中沢元吉2月27日明治45年5月6日は幕末、明治時代の政治家、実業家、衆議院議員、東京市会議長等を歴任、中沢銀行と84銀行を創立した、16位、郷は乱国、江戸京橋に大々種醤油丼屋を営む豪商、中沢彦左衛門の長男として生まれる、父の屋敷は、 町奉行、細焼き守る抱え屋敷南隣にあった。中沢家は全国でも有数の醤油問屋であり、1891年、当時の所得は東京醤油問屋の浜口吉右衛門の2万円台には及ばないが、茂木佐平時と茂木七郎右衛門の所得はいずれも1万円台で、中沢と等しく、その他の問屋を大きく上回っていた。明治12年に、 東京醤油豚屋組合が結成されると、岩崎茂次郎、鈴木忠右衛門と共に代表となった。幼い頃から家業に従事。はじめ、伊勢国の漢学者、土井豪雅について、漢学を収める。土井は、津藩の二百国取りの儒学者で、名は、土井宇津とむ、豪雅は豪である。安政六年頃から学び始め、儒学や漢学を収めた。ついで、福沢諭吉が、 築地ティポスの中津藩江戸屋敷内に開設した慶応義塾に入塾。同門に飯田平作、滝沢直作、矢野文雄、熊谷達太郎、新宮良園、三作柿地、高山記載など。慶応義塾を卒業後、海運業者の八つり屋を起こす。明治2年に東京商業会議所が組織されると、東京商業会議所常議委員となる。 回答は、渋沢栄一、副回答に、増田隆史、奥三郎兵衛の二名、常議員に、増田勝則、小林義則、辻志野吉、井吉之助、中澤、中野武中、大田稔の七名が選ばれた。ついで、東京商社を起こし開墾会社頭取となり、芝公園内の料亭、紅葉館の社長となった。第二回衆議院議員総選挙に独立クラブの、 推薦で出馬し当選。同時に、京橋区より選出されて、東京市会議員となる。第6回衆議院議員総選挙では、旧自由党系に押されて出馬。同選挙区の司法次官、山田木之助と論戦になり、山田が司法次官の職権を乱用して選挙中に中沢派に圧迫を加え、警察権を乱用したとして提訴される、京橋事件の発端となった。 明治40年に東京市議長に就任。東京市会議長就任時には下水道整備などに尽力。明治30年に84銀行を創立。84銀行は元大84銀行と称し、石川県大正寺に明治11年に設立された国立銀行であったが、後本店を東京に移し大正寺の店舗を支店とした。明治30年。 国立銀行としての営業満期直前に中澤が譲り受けて株式組織の普通銀行として新たに営業を開始することとなった。このほか、日銀防食発起人、日本伝統会長、東武鉄道創立発起人、総武鉄道常議員、京立花銀行当取、工業貯蓄銀行当取、東京建物会社長、82銀行取締役、 横浜商金銀行発起人、84銀行、横浜電気鉄道、日本洋業、東京建築取締役、東京硫酸取締役、札幌木村会長、東京電灯取締役、東京会場保険監査投げ等を歴任。明治24年には、当時の京橋区内において、大倉木八郎に次いで、所得税納入者中、2位に入る。他、八重洲京橋区、 宝町の名付け親や安田善次郎の貢献人として知られる。また、超翌詩がお好み、宗古会が結成されると参助会員となった。息子の二代目、中澤玄吉は、白井遠平の四男、時蔵として1877年に生まれ、1902年に仙台美子吉の養子となり1912年に家督を相続した。大正15年に創生したが、 ルノワールの亡くなる1919 19年にルノワール本人に会い、その年に描いた作品を買って戻ってきたほどの収集家であった。ありがとうございます。